高鍋城は宮崎県小湯郡高鍋町にあった平山城。別名を舞鶴城。旧名は高鍋城といった。伊東48城の一つ。江戸時代には高鍋藩の藩長となった。城跡は1939年に国の風地地区に指定。1977年3月に高鍋町指定史跡に指定され。 1983年には、日向百景に選ばれている。現在は、舞鶴公園として整備されている。城跡に見られるような縄張りとなったのは、慶長12年である。城は、山の東側にあり、大手門から三の丸、岩坂門をくぐり二の丸、その先の石段を登って、長峰門をくぐると、山の中原に本丸を呼び、本丸御殿があった。 堀は、県内で唯一水が張られたものである。本丸の上、爪の丸に天守に相当する三階矢倉があったが、江戸中期に取り壊されたとされる。これまでの三階路推定地における発掘調査では、礎石や石列などが検出されているものの、矢倉の実在を確定できる遺構は発見されていない。高鍋城はかつて、高鍋城と呼ばれ、平安時代末期に、 宇佐八幡宮の神官の出で、日向の豪族となった土持氏によって築かれたと言われる古城である。土持氏は、室町時代までこの地に勢力を張ったが、戦国時代になると、日向に勢力を伸ばして期待投資の所領となった。長六元年7月に、戸の氷上主の伊藤遊行が大軍をもって城を攻撃。 土持影綱の軍は敗退し、宝部城をはじめとした高木、日地屋城など、合計十の城が、伊東氏に帰属する。宝部城は、落合民部将友が治めることとなった。天正3年、この当時の落合民部将友の子、落合丹後守ら若手36人が、木崎丸の戦いで没した、伊藤祐康及び、その着難伊藤祐二の後目問題で、 伊藤義介の長身、伊藤紀雲斎の戦王が原因で反乱に至り、その果てに殺される事件が発生する。この事件が元で、落合民部省有は、紀雲斎を深く恨むようになり、天正5年に、伊藤義介が一時的に文後に退去する際に、落合は、島津氏に寝返り、宝部城は、島津氏の城に返して、川上忠友が城主として左見される。 天正十五年の豊臣秀吉による九州聖伐以後、筑前秋月城主であった秋月種種が違法され、城も秋月氏のものとなる。秋月氏は当初、串勘定を居城としていたが、慶長九年に時代、秋月首長により宝部城に居城を移し、そのまま幕末に至る。慶長十二年に大幅な改修工事がなされ、 この時に三回矢倉などを築いている。さらに、秋月種信の時に、漢文9年から遠方6年にかけて掘り、大手門などの城門、本丸御殿などを建設した。その間の遠方元年に、宝部城から高鍋城に名を改めた。明治4年本丸に、高鍋県の県庁が置かれ、同年11月に、三光県に合併し、出張所として使用されたが、 明治6年に宮崎県へ統合された後、すべての建物は払い下げられ撤去された。ありがとうございます。